庭菜園ライフ。目黒区で菜園をしている川西です。同じく目黒区で菜園をしている西川です。今日は前半のコーナーでは太陽熱温水タンクで温室を温めようのコーナーをお届けします。また番組の後半では12月6日から12月12日に配信された動画にいただいたご質問に回答していきます。今日は関東はね、雨の天気になってしまいました。毎週寒いですねしか言ってないんですけど、なんか寂しくなってきちゃいました。どん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 冷え込んできますね。ね、どちらでも保温ビニールをしていないところではもう成長が完全にストップしてしまっていますね。やはり冬になると防寒対策、これが農業には非常に重要になりますね。今日もそういうね、温める大作戦をやっていきますので、はい、ちょっと心も温めながらやっていきたいですねそうですね、はい、そうしたいですね。それでは行ってみましょ う。家庭菜園ライフ。それでは今日の、テーマですけど、太陽熱温水タンクということですけど、西川さん、これはどんなものなんでしょうか。この前手に入れたのはキャンプ用の温水シャワーをするための黒いビニールでできた温水タンクがあるんです。あのシャワー浴びるときに屋外とかでも浴び入れるような、そうです、それを温室の中に入れたらどのような効果があるのかっていうのを一度実験してみたんです。はい、その結果、やはり何も入れないときよりもかなり効果は高いということで、はい、ちょっと複雑な話かもしれませんけども、物質にはそれぞれ比熱というのがあって、一度温めるためにどれだけの熱量が必要かっていうのがあるんですけど、水の場合だいたい4110パーキログラム、空気がだいたい1000ジュールパーキログラム、ただし、あの空気っていうのは軽いんで、1キログラムあたり 1.29グラムぐらいしかないんですね。だからキログラムにすると相当な量になる。体積にして775リットルぐらいが1キログラムに相当すると、はい、かなりの量ですね。そう、かなりの量ですね。だから1キログラムの水が一度下がるときに放出した熱を775リットルの空気が一度上がるということなんで、これは保温効果があるんじゃないかなということでピンと来て、なるほど、ピンと、でそれで、はい、一つ実験をやってみようということで、はい、実際に実験をした、セットアップがありますので、はい、それを見ていただいた方がいいかなと思います。はい、じゃあそちらを見ていただきながら説明していきましょう。はい、はい、こちら温水タンクです。キャンプ用のものなのでこのようにですね、シャワーがついてます。まあ、今回はね、ここの部分は使わないんですけどね。この本体はだいたいこの黒いもので売られてるということで、真夏だったらね、これだけで置いとくだけでもね、温水になるということで、今回はちょっと冬なのでそこまで暖かくならないんですけど、こちら概要欄にご紹介しておきますので、よろしければご覧になってください。はい、それでは実際温室の温度があちらの太陽熱温熱タンクでどれくらい上がったのということをグラフを使ってご紹介していこうと思います。こちらの表をグラフをご覧ください。西川さん、これはどうやって見ていけばいいですか。こちらはですね、約4点測定しています。一つは、外気温、一つは地面の温度、もう一つは水タンクの温度、それからもう一つは、温室の中の空気の温度。これをずっと調べていってるんですが、はい、約10分に1回ぐらい測定して、それを自動記録したものを、でグラフ化したものです。これを見ていただいたら分かるんですが、緑の線がタンクの温度です。緑の線は外気温や温室の温度に比べて常に高い状態を保っていますので。そうですね、常に高いところです。で、温室内の温度を温める効果があると、湯たんぽ効果ですね、そういうふうな形で温室内の温度はこのタンクから放射される熱で温められている。まあ、残念なことに、その普通のビニールですから、ビニールから放射して出ていく温度も多いんで、タンクで温めたとはいえやはり温度は下がっていきます。ですけれども、普通だったら温室内の温度は、外の気温よりも下がってしまうというのが通常なんですが、今回の場合外の気温よりも下がることはほとんどない、はい、というようなことで常に高い状態を保っていってるので、かなり効果は期待できるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、これはまた研究を続けて、赤外線を一方通行で通すような素材について考えてみれば、もう少し改善ができるのかなとは思います。はい、
あとこの動画より前の動画見てない方のために、温室は実は夜の時間帯は外よりも温室内の温度の方が下がる時間帯っていうのがあるってことをね、あの先週ちょっと計測して分かったんですよね。なので今回のグラフで分かるのは、温室内の温度が外気よりも下がってないということで、もうそれだけでももうこちらのタンクの効果があるよっていうことなんですよ。なのでよろしければあの先週も温室をテーマにねやった動画がありますので、そちらもご覧になっていただくと面白いと思います。はい、またねますますこれからまた研究していきますので、またぜひお楽しみください。家庭菜園ライフ。はい、それでは後半の質問コーナー行ってみましょう。12月9日冬越し作業の動画にコメントいただきました。トンネルで穴開きビニールプラス不織布プラス虫除けをかけていますが、何もしてないところと2度ほどしか地温が変わりません。何もしてないところで10度、寒さ対策の地温が12度。福島の県北山間部に住んでおりますが寒すぎるでしょうか。マルチが機能しない原因などありましたら教えてくださいというご質問です。そうですね、2度上がれば普通だと思います。普通でも2度ですか、ね、そうです、どこでも2度、はい、この東京でも同じく2度ぐらいしか、上がる効果ありません。一番大きいのは放射冷却でずっと温度が下がってくるんで、それで昼に稼いだ分をまた放出してしまうということで、ただこの2度っていうのは非常に重要なんですね。10度と12度では、細胞分裂の速度が全然違います。10度の場合、はい、だいたい50時間ぐらい細胞分裂に時間がかかるんですけど、12度になったらそれが、10時間以下に下がります。ということはやはり成長は早い。あ、じゃあ2度ってちょっとじゃないんですね。少しじゃないんですね。なるほど。ただまあ放射冷却が一番冷やす原因になるんで、もし、お手間でなければ夕方にこのような素材、このアルミ箔を下にして畝にかけていただく、というふうにしていただければ放射冷却が防げるんで、おそらく5度は稼げます。で昼の間取って夜は寒せて、こう地面から跳ね返ったこう放射冷却が上に行った光をこう戻してくれる。そうですね。ですからこのような素材を使われれば、はい、それと手間でなければ温度を稼ぐことはできます。これはどちらで買えますか。あ、ホームセンターなんかで売ってます。はい、金とかにもしかしたら、建築素材ですから。建築素材ですか。はい、ちょっとこういったシートを探してみてください。続いて12月11日の質問コーナーの動画にいただいたコメントです。植物も夜間は酸素が必要になると中学校で習いましたが、ろうそくで酸欠にはなりませんかというご質問です。先週の温室をろうそくと植木鉢で温めるっていう内容の、ね、コーナーですね。まあ酸欠になるほど、空気を消費するとは思わないですね。隙間がやはりいろいろありますから、はい、そこから空気が入ってくるん でまず酸欠になれば、ろうそくは勝手に消えてしまいます。あ、そうでしたね。はい、ですから心配することはないと思います。それから植物は、保証点、光合成の保証点というのを過ぎると、二酸化炭素を吸収して、保証点を下回る照度になると二酸化炭素を放出します、はい。だから、言われるように夜は確かに二酸化炭素を放出してるんで、はい、酸素不足になるっていうのは当たり前なんですけど、うん、根からも吸収しますから、ご心配になることはないと思います。はい、こちらは大丈夫だということです。はい、もう一つ同じ動画にいただいたコメントがあります。雪対策皆さんどうされてるのでしょうか。家は積もらない年もありますが、積もると30センチくらい 2,3 日溶けません。去年は3回くらいありました。近畿ですが寒い方の地域です。ダンポールや防虫ネット、穴開きビニールはたわみ、不織布は破れる時も、庭のは手で雪を溶けていましたが畑はそのままでした。鉄で最初からカーブしているものが丈夫でいいのですかね。初期投資が何かとかかりますね。でも結局何を使っても冷たいけど手で雪をどかすしかないですよね、というコメントいただきました。雪対策、そうですね、はい、やはり手で、雪をふるい落とす作業っていうのはどうしても必要になりますね。ただ、普通の段ボールだけでトンネルを作った場合、確かに雪が重くてひしゃげてしまいますよね。はい、去年ねすごかったです。まあ暖かくなればまた雪が溶けてこう戻るんですけど。ね、でもこの方ね溶けないよっていうところ。そうそう、ね、それがあるんで、一度私がやっている
トンネルの補強対策についてご紹介後でしようと思いますので、はい、はい、じゃあそれでちょっと補強したバージョンでそうですね、一度試していただいたらと思います。はい、こちらがトンネルの補強のアイデアになります。西川さん、こちらすごいですね。4本の150センチの支柱を使って補強しています。これはどういうことでしょう、西川さん。うん、これで一番外、うんうん、この一番外の段ボールが倒れないように内側に重量で、うんうん、というふうな固定の仕方です。この外をしっかり固定すれば全体が安定する。全体が安定すると。なるほど、ちょっと体重乗せてみますよこれはかなりいいんじゃないですか。雪の時ここが全部こう全体がぐちゃってなりますよね。 そうですそれをこうね、避けて歩くんですけども、あ、これはいいですね。まあ、これも一つのアイデアなんで、はい、ぜひ試してみてください。はい、これならちょっと格安にできると思うのでやってみてください。はい、今日は前半のコーナーでは太陽熱温水タンクで温室の温度を上げようをご紹介しました。後半のコーナーでは12月6日から12月12日に配信された動画にいただいたコメントにお答えしていきました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた。